おはようございます。いつもご覧いただいてありがとうございます。あんまり天気良くなかったので、絶景の山へ上がるというよりか軽く山歩きしましょうということで行ってきました。行ってきたのは、滋賀県の南部のですね、信楽近くのですね、ここに岩尾池っていうのがありまして、ここに岩尾の一本杉っていう、ちょっと有名な杉があるんですけど、ここの遊歩道を通って即勝寺さんって読むんでしょうか、行ってきて、で岩尾山に上がろうかなということで行ってきました。この岩尾の一本杉のところなんですけど、木村拓哉さんの映画のロケ地にもなったということで、そのせいかは随分整備して綺麗になってました。前はちょっと近づきにくいぐらいぼうぼうと鬱蒼としてたんですけど、随分綺麗になってました。でここの林道もですね、前はちょっと歩くの怖いような時もあったんですけど、今回行った時は綺麗になっていてびっくりしました。で駐車スペースはこの即勝寺さんのこの辺にも駐車場あるんですけど、この道路沿いですねの各所にちょっと空きスペース止めれるところがあります。その辺に止めて歩く感じになると思います。このトンネルが若干怖いんですよね。ここからずっとこの林道、池沿いの林道を上がってきて、今この辺にいるんですね。で上がっていって、こんな感じ。
から上がっていってみます。そんなにいっぱい登る人がいないのかな。あまり踏み跡がないですね。落ち葉がきれいに敷き詰められてる。さっき入り口に西国の48箇所でしたっけ、開放遍路って書いてありましたけど、こうやって順番にお参りできるんですね。正面にでっかい岩、これは大きいですね。天狗岩、食べてみますか。よいしょ、上がってきた。今日あんまり天気良くないですけど、伊賀の方が見えますね。こんにちは。今日はあいにく天気があんまり良くないですけど、結構いい景色。なんかこの辺はルートっぽいのがいっぱいあって難しいけど、このでっかい岩の裏に戻ってきました。すんげえな。うまいわ。見て。力も来れるんですね。階段伝って。これが屏風岩というらしいです。巨大な花崗岩。この岩に彫ってあるよね、仏像が。ちょっとわかりにくいですけど。だるまさんみたいな顔に見えるけどな。屏風岩と、お馬岩と、麦岩岩を見て、また戻ってきた。展望台っていうか頂上まですぐ見たいですよ。さっき途中まで行ったけどね。展望台到着。展望台、おお、あらららら、綺麗ですね。岩尾池と名前忘れちゃったけど、さっき通ってたとこ。
あの湖の向こう岸をずっと歩いてきたわけですね。あっちがずっと鈴鹿山脈、だいぶ霞んでますけどね。これ桜の木綺麗やろな、春は。また見に来たいと思います。展望台から降り、こっちから降りてきて、でくると木の屏風岩の下に来るんだね。すげえ。力降りてきてここでずっこけました。ほんで屏風岩の下に戻ってくるんだね。これでぐるっと山頂付近一周とは土へ降りていくと、こっちのルートはちょっと階段の下りやね。これ上がってくるのもなかなか大変そう。行き手はこっちから上がってきたんだけど、こっちの分岐を行ってみようと思います。アスファルトの下りしんどいもんな。こっちから行きましょう。もうこの先に池が見えてきた。はい、湖岸の道路まで帰ってきました。こんなとこも駐車スペースありますね。で、この対岸を歩いて行き手は来ました。こっちに帰ります。ちょっと寄り道。こんな感じで駐車スペースは湖の周りに結構いっぱいありました。この先が岩尾の一本杉ですね。こんなに整備されてなかったのにね、周りむっちゃ綺麗になりました。昔はちょっと近づけへんぐらいだったんですけどね。まあ昔って僕が知ってる範囲ではむちゃくちゃ来やすくなった。雪降ってきちゃった。岩尾の一本杉、立派ですよね。一周もう終了です。帰りはアスファルトの道、湖岸歩いてきたけど、対岸のあの道帰ってきてもよかったかもね。そっちの方が楽しいかな。こんな道を歩いて帰ってきました。もう終了です。お疲れ様。